おはようございます。今日は僕のホームコースの岡山国際サーキットを紹介していきます。ここがストレート でこの見えると思うけど、ここに下にずっとみんな観客が並んで、向こうであのチームが作業とかしてて、であそこからレーシングカーが出て、みんなあそこの向こうの方からピットアウトしてって感じで、ここはなんか F1 も2回やってて、日本で一番有名なスーパー GT もここで開催されてます。ちなみにそこの向こうの白い建物ってなんかすごいひときわでかいけど、あれって何なの？あれはクラブハウスって言って、まあ、なんか上にレストランとかいろいろあるんだけど、あ、行ってみるよ、あっちから。あ、行きたい。よし、行こう。ここはクラブハウスなんだけど、あの基本的にメンバーズオンリーで、でここで一般のお客さんも宿泊したり、あのランチのチケットを買ったりして、で上にレストランがある。ジェス君、お腹空いてる？あ、今ね、マジでめっちゃお腹空いてる。あ、じゃあ行こう行こう。すごいね、ここサーキットなんや。こんなとこあんの、なんかもう高級ホテルって感じだね。そうだね、ここでみんなでなんかパーティーしたりとか。あ、しかもこっからもうサーキットがもう見えちゃうんだね。そう、サーキット見ながらご飯が食べれる。あ、じゃあもうレースの時はここにレーシングカーがワンワン通って、それを見ながら食事できるんだ。そう、すごいね。で、こっちが？こっちがレストラン。あ、レストランね。うわ、ここもデザインがすごいね。今朝ごはんでチームのレーシングチームの人たちがご飯とか食べてたりする。ちなみにさ、ここに一般のお客さんも入ってご飯食べたりできるの？そう、下でランチのチケット買えば、ここであのみんな走行を見ながらご飯が食べれる。すごいね、サーキット内にこんなとこあると思わないよね、普通。なかなかないかもね。ちなみにこのレストラン夜もすごい綺麗で、じゃあ座って朝ごはんでも食べる？あ、いいね、お願いします。まあ、こうやって見えるのね。そうそうそう。あ、来た。うわ、うまそう。サーキットで、ね、泊まるとこういう朝ごはんが食べれるんだけど、普通のレストランの朝ごはんみたいだね。めちゃめちゃ美味しそう。あ、よっちゃんのも来た。おい、ありがとうございます。ちょっと待って、俺のとよっちゃんのが違うのは何かあるの？そう、まあ、これはいつもあの走行するときにあのいつもこういうご飯を食べてて、まあ、おじいやってかお雑炊なんだけど、カーレーサーってもやっぱアスリートなんだよね。こうやって食事に気使ってって感じなんだ。走行前にベストなパフォーマンスを出せるようにこういうものを食べて走りに行く。なるほどね。じゃあ早速いただきます。いただきます。いやー、うまかった。美味しかったね。お腹いっぱい。次は屋上観覧席をちょっと紹介しようかな。屋上観覧席、この上、この上、屋上、なんか芝生になってるけど。そうそうそう。うお、すごっ。全部芝生じゃん。そう、ここ人工芝で全部できてて、で、こっから生の音を聞きながら、眺めがいい。スタート1コーナー。あ、すごいね。観客席からはそこにモニターとかもあって見れるんだけど、うん、ここもしかもさ、ここなんかピットから車が出てくるところを間近で見れるのね。そうだね、ここだすごい、ま、間近で見れるし迫力あると思う。1コーナーとかで、こっちの方行くとぐるーっと周り見れて、あ、向こうの方まで行けるの、ね、そう、1コーナーのこの混戦のところも見れるし、確かに2コーナーとかで、裏ストレートの方は見えれないけど、そこから戻ってきたところとかが見れるようになってる。向こうがミニコースでカートとかできる、カートとか走れて、ここから1コーナーとかがすごい見やすくて、特等席。確かに飛び込みがすごいね。でしかも飛び込んだ、そう、後とかレース始まって飛び込んだ後のここも全部終えるんだね。そうそう、だから2コーナーとかもあの観客席からは見にくいところもここからだったら見えるし、反対側もインフィールドの方も見えるんだよね。うんうんうん、
下ってきてこう向こうに行く。そうそう、めっちゃ気持ちいい。気持ちいいね、今日天気いいね。今日天気いい。さすがなんか岡山って天気いいんだね、やっぱり。岡山ね、晴れの国って言われる。あ、そうだね、結構晴天率はいい方かな、ね。うん、ここもすごいね、なんか芝生と打って変わって、うん、タイルでね、タイルでちょっとなんか明るいね。でこっちがケージ室とつながってるんだけど、うん、ここの上が審査員室で、ここがケージ。ケージ、ケージっていうのはこうやって書くんだけど、あ、こういうこと、ね、完成室とかケージ、ケージ測る時、あ、そういうことね。ここも入っていいの？うん、ここもお邪魔します。お邪魔します。ここで失礼します。お、すごい。全部のコーナーを見てて、でなんかスピンしたりとか、なんかアクシデントがあったら管理して旗を出したりとか。なるほどね。全部で一度に見てるわけね。そう、一度に。トラブル起きるとすぐ旗出るじゃん、うんうん、それどうやってやってんだろうっていうのは多分気になってる人も多かったと思うね。そうそうそう、こんなやってんだね。そう、目視だけじゃなくて全部このカメラで信号を出したりとか指示を出したりとか、裏側を見れたのかなって。まあ上には部屋があるけど、いろいろルールに詳しい人が上にいて、うんうん、そこでなんかこれがこうなったのかっていうのを、どうなった、接触とかどうなったのかっていうのを、うんうんうん、細かくルールを見て、これは先のペナルティーだねとか。でここがその審査員の人たちの部屋。あ、スチュワードよく聞くわ、 F1 とかで、うん、F1 とかでね見てると。普通の部屋なんだけど、そういう人たちがいますと。からはまあ普通は入れないんだけど、まあ本当屋上、めちゃくちゃ見晴らしがいいって言って、あの穴場っていうか、普通では入れないから、もうこういう時に。そうだね、基本的にはすごいね。そう、こっから全部が見渡せちゃうから、もうこう立ち上がってきたのから、こうこんな上からレーシングカー見れることってないよね、なんか。ストレートも全部見えちゃう、ね、ここでスーパー GT 見てみたいな。いやー、最高だよね。これがあの観客席から見える。あ、スクリーン、スクリーンで中継、レースの中継とか。そう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 。まあでも通常では入れないから、うん、ここは特別に、特別にというよっちゃんの特別なさっきの芝生さっきの芝生が。スーパー GT の時はもうあそこ全部に車が止まっちゃうぐらい人が入って。ああ、この駐車場。うん、もう目に見えるところだけ全部駐車場止まるし、うん、もう見えないすごい奥のところにも駐車場が山の奥とかにあって、うん、でそこでもう満帆っていう感じで。今見たのが屋上で、でこっちが VIP ルーム。VIP ルームはメンバーさんオンリーで、貸し切りにして食事しながらレースを楽しむことができる部屋になってる。次案内したい場所があるから先に下で待ってて、OK、ちょっと準備してくる。了解。怖い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 。お待たせ。何このいかついマシンは。これはね、ポラリスっていうメーカーのバギーだね。四輪バギー。え、これでサーキット内移動してるの？これでサーキット内移動してる。この後これでちょっとサーキットいろいろコース紹介いろいろしようと思ってる。うん。ベッペッペッペッ。うわー、速い速い速い。バギーの速度じゃない。やばいわ。おー、1コーナー突っ込みます。ここが1コーナーです。ここが最初のコーナーね。ここがもうみんなスタートしてからもうみんなが一斉に突っ込む場所で、うん、まあ、一番の見どころでもあるし、すごいクラッシュが多いコーナーなんで。え、ここに、ここに一気に40台バーって突っ込んでいくわけでしょ。そうだね、もうみんなバーっとここでもう順位を取りたくて。こんなにシャドウがあるっていうのは多分分かんないかなって、歩いてみないと、うん、いやすごいよこれ。歩いてるだけでちょっと疲れるぐらい角度がある。次行きましょう。ストレート。え、すごいね、ストレートが。ストレート長いよ。ここでよっちゃんが乗ってるスーパー GT だと何キロぐらい出るの？そうだね、コースによるけど、ここのコースだったら200
どうだろうな、50とかかな。250キロ、250キロでさらにもうなんかきつそうなコーナーが先に見えてんだけど。そうそう、あそこがね一番ブレーキをするポイントなんだけど、これ100って書いてあるのが 100m ってことかな。でそれを超えて、まあ、スーパー GT とかブレーキするから、もう250キロでここに突っ込んでくっていうイメージかな。え、もうね想像できないね。このだってもうすぐそこだよコーナーが。もうすぐこれでもう、あそこのカーブはヘアピンカーブって言うんだけど、うん、髪の毛のヘアピンみたいな感じでぐるっとこう180度戻ってくる、うん、コーナーなんだけど、きついカーブってこと。すごいきついカーブ。うわ、だからすごいね高低差が。そう、ここでちょっと登って前が見えないんだけど、続けて曲がってるコーナーを複合コーナーって言って、うん、ヘアピン曲がってこう上がってきてすぐこんなにコーナーの連続っていう。そう、こうヘアピンが連続して続いてるから、ここもすごいライン取りを考えないと、まあ、いけないコーナーだね。ここきついね。そう、きつい。でこれが最後のコーナーなんだ。これが最後のコーナーでストレートに続いてくコーナーだから、やっぱここも曲がりも少ないし結構スピードが出ていく。この何千人という観衆が迎える中、このストレートはアクセル全開でレーシングカーで行くわけで、ここでこう手を振って終わった後は観客、ファンの方たちに手を振ってね、手振ってみて、なるほどね、こうやってレース終わって、なんか優勝する、あのなんか優勝が決まって最後のチェッカーフラッグがあのシグナルのとこで振られるんだけど、うん、みんなこのチームのみんなにこうイエーイってやるために、ね、こっち側を走るんだよね。でこっちからチームの人がおめでとうみたいな、こうやって来てるみたいな、やったぜみたいな感じで来てるっていうね。これで岡山国際サーキットのコース紹介は終わりますけど、興味持ったらみんな岡山国際サーキット走りに来てくれて、遊びに来てくれたらすごい嬉しいな、声かけてもらいたいし、あとなんかこのサーキット使ってさ、今後なんか企画の動画とかもねやっていけたらいいよね。まあ本当いろんなことができる楽しい場だと思うから、まあ一緒に楽しい企画をやっていきたいなって思ってる。今日はありがとうございました。ありがとうございました。